はい、こんばんは。はい、オンラインジャパニーズティーチャー豊くんです。はい。はい、どうもよろしくお願いします。お、4分。なんかすごい、あれ、ライブもう始まってた。あ、違うね。よし。今日はですね、Tonight, N4 ボキャブラリー。ボキャブラリーですね。まあ、N3、N4、N4、N3、N2 まあ特に JLPT、especially JLPT は、グラマー、ボキャブラリー、それからリーディング、リスニングです。で、リスニング、リーディングはもうテクニック。ユニテクニック。JLPT のね。でも、もうね、グラマーと、ボキャブラリー。これはもうね、勉強です。はい、もう、勉強した人が、できます。はい。なんか、どうも、クレットさん、こんばんは。ね。まあ、本当にね、N4、だから、今、はやっぱりそのボキャブラリーとグラマー同じぐらい、テスト同じぐらいありますからね。うん、でもグラマーはね、グラマーは簡単ですね。うん、ですけども、やっぱりグラマーをがいっぱい知っていると、やっぱりテストにもいいですし、日本語の会話にもいいので、やっぱりグラマーですよね。ボキャブラリー。ボキャブラリーが、あればね。まあ大丈夫です。はい。はい、サンさんこんばんは。アルベルノさんどうもこんばんは。よろしくお願いします。まあ今日はボキャブラリーです。あ、神尾さんこんばんは。ボキャブラリーです。もしね、ライブストリーム、if you come the first time, it doesn't matter.Please type, say hello in Japanese ね。こんばんは、こんにちは。from どこ from フィリピンとかね。私は今、日本です。まあ、ちょっと今はね、山梨です。はい。山梨県にいます。山梨県と東京ね、行ったり来たりしますけどね。うん、今日はね、ボキャブラリーです。はい。やっぱりね、sometimes N2 past student the ask me, how can I, for example, how can I influence in Japanese? ね、influence is influence ですね。はい、ローさんこんばんは。ありがとうございます。なんか最近SNS でフォロワーが多い人、ただ、フォーエザーもモデル、女優さん、あとなんか YouTuber、インフルエンサーと言いますね。その確か、same as English, インフルエンサーですね。日本語でインフルエンサーですけどね。はい。あ、でも、カレさん、こんばんは。はい。で今日はね、久しぶりに夜、ストリームしました。ちょっとインターネット多分大丈夫だと思うので、できるまでね、やりたいと思います。はい。なので今日は JLPT の、カタカナの言葉。N4 のね、パスト試験とか、ちょっとね、Google で検索すれば、出てきます。日本語のJLPT の試験問題をたくさんのところでね、できますよね。うん、ですので、まあ、簡単なものをね、一つずつ紹介していきたいと思います。うん、N4 に出てくるような、JLPT、N4 に出てくるような言葉、ちょっとね、紹介します。
なんかこれ似たような感じで、はい、はい、熊さんこんばんは。今日はですね、まずあのボキャブラリー簡単ですね。ボキャブラリーって本当に簡単、もう It's easy because you just remember remember meaning and あの writing ですね、 shape。 でもあのカタカナはよく出ます。N4 in N4 でカタカナボキャブラリー Why あの coming because ちょっとあのセミナー前が many です。 many of カタカナボキャブラリー we have a セミナーこれどうかね、まあもし皆さんあのあなたが意味を知っているなら、ちょっとコメントで教えてみてください。ね、はい。まあ、N4 の、N4 の、まあ、パストテスト。で、出た単語、出たカタカナ、ボキャブラリーです。うん、そこからね、今、I picked up the カタカナ、カタカナ、ボキャブラリー。一番ね、アルコールですね。アルコール。だから、その、イングリッシュだと、そうですね、神野さん、ありがとうございます。アルコール、アルコール。でも日本語だとアルコール。です。アルコール、うん、これ結構ね、もしかしたらこれはね、覚えてください。アルコール、このアルコールはメインに2つ意味があります。一番お酒のアルコールアルコールのお酒、もう一つはコロナで、コロナでよく出てきました、Because of COVID-19 ってアルコール、アルコールですよ。このアルコールも同じです。同じ Same as アルコール、アルコール、お酒、同じです。アルコール消毒、ね、まあ、消毒 is あのアルコール、そうだな、書きますか。はい、クリスティンさんこんにちは。そうですね、神野さん大合っていると思います、ね、ちょっと待ってくださいね今日少し喉がアルコール消毒と言います。 Because of the COVID-19、うん、We justUse this word アルコール消毒。ちょっとね、消毒が難しいですよね、英語でも。消毒ってね、日本語でな、日本語では分かるんですけどね、英語でなんて言うんでしょうね。アルコールディスインフェクション、消毒 means ディス
インフェクションでした。インフェクション。ね、はい。サニタイザーですね。うん。それもいいですね。ありがとうございます。サニタイザーいいですね。うん。そう、カネさんありがとうございます。そう。アルコール消毒ってね、よく使いましたね。COVID-19。まあ、サニタイザー、アルコールサニタイザー。サニタイザー。Usually go to the, now in Japanese, the entrance, the, they prepare the alcohol sanitizer for customer. So usually the, if I go to restaurant or if I go to supermarket, I have to do, well, I have to do じゃなくて、まあ、there is an alcohol sanitizer.これ結構ね、今年、ポピュラーワードでした。in COVID-19 era、うん。これもしかしたらあるかもしれないですね。次の NEXT 試験。あるかもしれないですね、うん。そしてこれはグループです。グループ。うん、もうグループはグループですね。そうです。神野さん言ってくれました。グループ。グループ。ちょっと小さいですけどね。これ間違えないでくださいね。これ何でしょう ?6 番。6番。6番何でしょうか、ね、あまりさんこんばんは。えかさんこんばんは。今日はね、トップファンとフォロワーの人が多いですね。新しい方もね、来ていただいてありがたいです。嬉しいです。ありがとうございます。うん、6番なんでしょうかね、これ。わかりますか？マリンさんわかりますか？ね、名指しで。これ間違えると大変です。全然違いますものが。意味が違います。うん、発音も違います。Pronunciation is different. うん、そうですね。これグループですね。グループ。そうですね。これグレープです。グレープ。グレープ。そう、ブドウグレープです。そうです。素晴らしい。ね、でもこれグレープフルーツだと、あのグレープフルーツです。グレープだと、ブドウ、グレープ。グレープフルーツだと、グレープフルーツ。フルーツじゃねえ。黄色い果物ですね。これですね。うん、これはグレープフルーツ。これはグレープフルーツ。でも、グレープ。グレープだとグレープです。これグレープですね。はい。まあ、ちょっと違いますね。ミニングはディファレンスですね。アルコールとグループ。まあ、これグレープ。グレープですね。ブドウですね。